Boy got peas, now she hopping in the pod. Man, a real life sugar gal, and my forget what. When she want dark, told her meet me at the top. Switching lanes the other day, I seen her waiting for a bus. Maybe this a Moncler sweater, diesel denim. Buying another one. どうもジョージアルフィの野口です。視聴者さんからね、再三チョハの話をしてくれって言われ続けてて、僕ねこれを言われるずっと前から思ってたんですよ。誰かチョハのこと動画でいろいろ教えてくれないかな。誰もやらない。もう誰もやらないんだったらね、これ僕がやるしかないんですよ。やっぱりね、人がやってないことをやっていくのがアーティスト、またこの動画配信者の務めだと思うんですよ。実はね、僕このチョハ着るばっかりでね、そういえばあんまり歴史とか詳しくないんですよね。でもね、今回視聴者さんからの質問に答えるべくめちゃくちゃ勉強しました。ジョージア語の記事と英語の記事と日本語をね照らし合わせまくって、今僕が知っているね知識をもう余すことなく伝えていこうと思います。学問の世界にはね、ラーニングピラミッドっていうものがあって、勉強したことが最も脳に定着しやすいのはアウトプットをすることなんですよ。ちょっとね、全力アウトプットしていくんで、ぜひお付き合いください。それではやっていこう。はい、まずね、皆さんそもそもチョハってご存知ですか？これジョージアの民族衣装なんですけど、こんなのとかこんなのがあります。これ控えめに言ってめっちゃかっこよくないですか？なんかもうさながらね、ソードアートオンラインのキリト君くらいのかっこよさですよね。ジョージアのことを気にかけてくれている皆さんだったら、きっとどこかで見たことある衣装だと思います。もう世界一かっこいい衣類。まあね、まずなんで僕がこんなものを所持してしまってるかと言いますと、実は僕ね、現地ジョージアでこの国の民族舞踊の舞台に立つ唯一の日本人なんですよ。これはその舞台衣装として着るんですね。まあ今はね、こういうご時世なんで稽古も公演も全くない状態なんですけど、早く説明しなさい。まずね、素材なんですけど、基本的にウールでできてます。昔からのね、伝統製法を守ってるんですね。じゃあ昔っていうのがいつからかっていう話なんですけど、チョハの原型となっていく服に関してはね、なんと最も古い記憶で9世紀から着られているってことが分かってるんですよ。もうこの時点でチョハの歴史は1000年以上あるってことになります。こりゃ驚きですね。伝統衣装として根付いたのが17世紀であったり18世紀であったりと、ちょっと読む記事によってね違ったりしてて、ちょっとこの辺が詳しく分からなかったんですけど、おそらく17世紀から18世紀の間に浸透し始めて、19世紀から20世紀にかけていろんなチョハが出来上がっていったと。これが僕の持っている情報です。これはね、なんかコーカサスの歴史に詳しい方々とか、ぜひぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。今回のお話はほとんどね、ローランド・トプチシュビリさんという方が書かれたチョハ・ハルヒ、ジョージアの衣装の歴史というのを参考にしてお話ししていきます。で、その19世紀から20世紀にかけてできたいろんなチョハなんですけど、ひとえにチョハって言ってもですね、初期の頃は大きく分けて4つの種類がありました。1ヘブスルリチョハ、2カルトゥリカフリチョハ、3チェルケズリチョハ、4チャクラ。これはね、各地方によって着られるチョハが異なっていたんですね。これをね、一つずつ説明していこうと思います。1つ目、ヘブスルリチョハ。これはヘブスリアンチョハとか呼ばれたりもします。フォルムは四角くできてて、丈は短め。ヘブスレティっていう山岳地帯で着られるチョハだからヘブスルリ。ジョージア語でね、語尾にウリをつけると何々のっていう意味になります。デザインのほとんどが刺繍でできていて、ジョージアンダンスで着られる時はね、山岳地帯の踊りの一つであるパリカオバっていう剣舞の踊りで着られます。2つ目、カルトゥリカフリチョハ。これがね、舞台衣装としては一番種類豊富に着られるチョハです。膝くらいまでの丈が特徴的で、胸元はね、このアハルヒっていうシャツが見えるように V 字に開いてるのが特徴ですね。これは20世紀に深く浸透していったチョハです。3つ目、チェルケズリチョハ。こちらは別名でコーカシアンチョハとかチェルケスカとかって呼ばれます。19世紀にイメレティっていう地方で浸透したのがこのチェルケズリ。カルトゥリカフリとね、形は似てるんですけど、こちらの方がね、先に出来上がったチョハで、19世紀はこちらが主流、20世紀に入ってカルトゥリカフリが浸透していったんですね。違いはこの腕の部分の形と、あと裾の長さですね。カルトゥリカフリよりも長いのがこのチェルケズリです。これがおそらくね、日本の皆様に最もよく知られているチョハなんじゃないでしょうか。チョハを一躍有名にした在日ジョージア大使のね、ティムラズ・レジャバさんが着てたのがこのチェルケズリの白いものです。あ、これもそうです。4つ目、チャクラ。これジョージア西部アジャラっていう地域のチョハです。昔は細かく地域が分かれててね、当時はね、アジャラとかラゼティとかサムツヘ、クラルジェティっていう地域で普及していったチョハです。形の特徴はね、裾がないんですよ。
帯のようなベルトの中にしまわれてます。これは4つの中では比較的新しくて、まあモダンなチョハって感じですね。このようにね、ジョージアの民族衣装は民族舞踊同様様々な地域的特徴があるんですね。あくまでこれは19世紀から20世紀の間に形成された代表的なチョハなんでね。ちなみに現代ではこれだけの量の種類のチョハが存在します。多すぎ。まあこれらのチョハ、一体どんな人がどんな時に着るのかと言いますと、もともとはね、上流階級、王族とか貴族の人たちが祝いの席で着る服だったんですね。でもね、農民でも裕福な家の人はこのチョハを着ていました。今ではね、結婚式とかいろんな特別な日に着るのがジョージアの伝統になってます。あ、もちろん舞台の公演とかでもですね。これチョハの前にね、カバっていう女性用の衣装があるんですけど、その昔ね、カバとチョハは区別されてなかったらしいんですよ。でも男女が同じ衣装を着ていたっていう意味じゃなくて、男性は膝丈のもの、女性は今のカバ同様足を全部覆う長い裾のドレスだったんです。男性はね、昔レギンスのような服を履いていたんだそうで、これはフレスコ画に描かれてたものなんでね、もしかしたらめちゃくちゃ細いスキニーパンツを履いてただけかもしれないんですけど、それがね、馬に乗るために開発されたシャルバリっていうズボンの登場によって、カバは女性の服、チョハは男性の服っていう風に区別されるようになりました。で、この4種類の形の確立を筆頭に、チョハはね、さらなる進化を遂げていきます。なんといっても特徴的なのがね、この胸の飾りですよね。そう、これね、弾丸なんですよ。銃の弾がここに入ってるんです。あ、僕のは飾り用なんでプラスチックでできてるんですけど、銃の文化の浸透によってこのデザインが形成されたんですね。チョハはね、当時戦いにおける機能性がめちゃくちゃ高かったんですよ。だからこのジョージアで発明された衣装は軍服になって、その後北コーカサスに伝来していって、コサックへと広まっていったんですね。でもね、19世紀終わりから20世紀初めにかけて銃器が改良されてね、この胸のホルダーの実用性自体はね、なくなってしまったんです。でもそのデザイン性と、これは男性の勇気の象徴として、この胸の飾りはね、なくなることなく残されたんですね。最後にね、チョハの歴史をまとめますと、存在そのものは9世紀に遡って、17世紀から19世紀の間にかけてイメレティ地方っていう場所でチェルケズリチョハが確立されて、その後ヘブスルリチョハ、カルトゥリカフリチョハ、チャクラっていう風に発展していってですね、そこから戦闘における実用性が評価されて、北コーカサスからコサックにまで伝わっていったという流れになります。ちなみにね、舞台衣装としてのチョハはジョージアンダンスの生みの親、イリコスキシュビリさんとニノラミシュビリさん夫妻、この2人と1931年来親交があるソリコ・ビルサラゼさんっていう方がデザインしました。それが1945年に結成された民族舞踊団スキシュビリの登場とともに一気に舞踊界に根付いていったんですね。チョハっていうこの民族衣装はね、ジョージアの誇りの象徴です。現地にはね、チョハのレンタルサービスなんかもあったりするんで、ジョージアへお越しの際はね、ぜひ実際にチョハを着てみてね、ジョージアの誇り高き文化を体感してみてはいかがでしょうか。今はこんな状態ですが、自由に旅行ができるね、世の中を目指してみんなで協力して頑張っていきましょう。冒頭でも述べたんですけど、読む記事によってね、結構情報とかにもばらつきがあったんで、ぜひコーカサスの歴史に詳しい方、足りないところとか、ここちょっと違うよっていう情報がありましたら、ぜひぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回。Don't rush, slow touch, brown on white. I can go country, grab and buy. We can go bust, eye for eye. We can lose trust, white rum, fizzy pop. Where you they go, go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Blam the trash, man it's so tough. Alright yo, put the belly on the body, make a clutch. Seen her watch, now she wanna give crutch. Boy got peas, now she hopping in the pod. Man a real life sugar gal, let my forget what. When she want dark, told her meet me at the top. Switching lanes the other day, I seen her waiting for a bus. Maybe this a Moncler sweater, diesel denim. Buy another one, my pockets fat like heather. Neck froze like I don't know no better. Benzo truck, white seats and they leather. Go broke never, on my grind. She make it clap like I'm Busta Rhymes. I got the juice, the sauce and all them things. I blammed her twice a night with all my bling. Big Benz, I drive, I brought that ting. Any girl you want, they want my ting. Don't rush, slow touch, brown and white. I can go country, grab and buy. We can go bust, eye for eye. We can lose trust, white rum, fizzy pop. Where you they go, go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Blam the trash,
man it's so tough. Flood my eyes, make a whole blush. Back of the tour bus, getting caught up. D square, got them de-stressed. Got a hand wash, new racks with the old Nikes in the shoebox. Keep my stripes, no cuss. Pull up in a new plate, then she might just. She went trying to move bait when her eyes locked. New tints on her coupe, that's a head loss. Off my whites, right my wrongs. Gucci my mum, while you did all your thumbs. Count my sums, this is gonna get long.